コセクロマロはアスカ時代の貴族。名はクロマルとも記される。生は真。左大臣、コセ徳太の子で、誘致、小誘致の父。神は小西区中、中納言だが、口述するように、官職については、疑義がある。その経歴や人生については、不明な点が多いが、俗に本気のコセ村寺の隠れ殿から、以下のことがわかる。 彼の官位である小西紀中は、天智天皇3年2月制定の官位26階の第11等であり、皇位ではあった。しかし、天武天皇14年正月には、官位48階が制定されている。中納言は、慶雲2年4月制定の両下官であり、天智、天武朝には存在していない。天武朝になって設置され、納言に、後世になって、 中の文字を挿入したものと推定される。納言の文字は、天武天皇九年の利領や、時童天皇元年正月の伏せご主人にも見え、天武朝では大臣が置かれなかったために、納言が最高の行政官であった。納言の官名は、中国由来のもので、諸教、春天に見えるもので、隋、唐の初期には、文科省の長官の称号であった。以上のように、天武朝の行為、 交換職の人物であり、天武天皇14年までに亡くなっている。ありがとうございます。